嬉しいです。桃色片思いは森なの。多分桃色片思いは誰かダメかも。ハロプロさんダメなんじゃないかな。多分難しいね。アニソンもダメだね。もう、うん、もう秋元康さん、秋元康さん、指原莉乃さんだけです。多分もうアニソン全部ダメかも。てかその二人なんか様っていうと逆になんか失礼なの分かんない。お二人さん、お二人様、いやな、うん、お二人方お二人方の作った曲じゃないとダメです、きっと。でもロボキッスなんで歌えたんだろう、ちょっと分かんない。それでも許可が取れればいいのか。だけど多分ショールームのカラオケ配信ではお二方の曲だけ歌って。なのでツイートしたらぜひ送ってください。ごめん今めっちゃコメント読んでた。何がいいかね、何がいいかね。リップしてね。2日間に瀬戸とか自分で決めるやん。瀬戸瀬戸全然考えてなかったんだけど、やる曲だけ決めてた。でもまだ全然覚えられてなくて、私曲覚えるの遅いんだよね。めっちゃめちゃ好きな曲だったら覚えるの早いんだよ。でもめっちゃめちゃ好きな曲って少ないじゃん。もうこれ大好きって曲は少ないじゃん、きっと。そんな世の中の曲に。だからね。でもイコラバの曲はほんといい曲ばっかですぐ覚えられる。それは自分の曲だからか自分の曲だからかもしんないけど、割とすぐ覚えられるかも。でもそうだね、アンコール、アンコール、チャ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 って口頭で歌うやばすぎる。本当に本当にやばい。やばすぎない？じゃあ「アイアイアイ」とか「チャ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 」とかやる？もうやっちゃうからね。もう言ったらやっちゃうからね。本当に高い曲と低い曲どっちが歌いやすい？低い曲かな。低い曲の方が歌いやすい。これイコラブでいらないツインテールが一番歌いやすいかも多分。うんだね。高い曲苦手なんだよね私。苦手っていうか好きなんだけどね、声が高い音があんまり出ないから。そんなことないんだけど、ただ発声が下手なだけだね。重大発表やばい。 NMB さんの一曲でも歌って。歌うよ、歌う予定だよ。萌ちゃん天使ありがとう。天使、天使クマ、クマエンジェル、クマエンジェルありがとう。ラッサイさんも歌おうかなって思ってるよ。バラードマジ苦手かもしれない。バラードね、でもバラードも歌いたいね。バラード何がいいかな。
いらないツインテールはでもライブでしか歌えないかもしんない。いらないこんなツインテール、てか高い声出ないかも。私マイクじゃないと本当に高い声が出なくて、マジで家でなんかレコーディングとかあるじゃん、家で練習してもマジで出なくて、お風呂の中か、お風呂ってなった今、ルルルルル、お風呂お風呂お風呂、あ、待って、マキスタできるようになったんだけど、何、なんでもないです、後で話します。お風呂、ちょっとお風呂って、あ、お風呂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 、待って、めっちゃ感動してるんだけど今、待って感動してる、お風呂、今までで人生したことないの、巻き舌できなくてルル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 ルだったの、それがお風呂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 できてない、お風呂お風呂、すごい、ちょっとたまにできる、5回に1回ぐらいできる、お風呂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 、どんだけお風呂行きたいのっていう人だね、ちょっとお風呂連呼してるけど、お風呂お風呂、ローで終わる言葉、ジョールジョールでもいけたよ、ジョールジョール、あれジョールジョール、微妙だね、ルルルラリラキャラキャラキャラ、じゃあラは難しいな、ルルルロロロかルルかロだね、キャララキャララどういうこと、ルで終わる、ルルとかロで終わること、六本六本木六本木ロルルかロで終わることはトロロトロロトロロ、トロロ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 、ちょっとね、いや、言おうと思っちゃダメ、トロロ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 、ツインテールツインテールツインテール、ちょっと難しい、トロロトロロ、いや、ちょっとごめんなさいね、ちょっと話がちょっとそれにそれまくっちゃった、でもマジで人生初めてこのラインできて本当に今やがっちゃった、マジで嬉しい、あなたとあなたトロロっていうのね、あなたトトロロ、あなたトトロっていうのねちょっとできてない、あなたトトロ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 ララ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 ラ、トトロ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 、できてる、ちょっとだけ、あなたトトロっていうのちょっとできてない、あなたトトロっていうのねちょっとやばくない、ちょっと頭おかしすぎない、これ宇宙人って言われるわ、トトロトトロなんてさ連呼してる人宇宙人やんけ、マジで、トトロ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 ロロロロロロトトロロ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 ロトト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 ロ、難しいです、やっぱり、で、見てください、キラリーン、届きました、届きましたってか届けてくれました、さっきお母さんが、まだ見てないのですよ、見て、すごいよ、じっくり見ちゃったすごくない、この方がさイコールラブをさプロデュースしてくださってるんだって思ってびっくりしちゃうよね、改めて、え、指原さんってイコールラブ私たちのプロデューサーさんなんだって思ったらびっくりしちゃう、改めて思うと、じゃあ見ていきたいと思います、最初のページは半分だけ、あー見えてない、何も見えてない何も見えてない、レディミエのラメライナー付きしか見えなかった、もうそれは分かってることだもんね、いいよね、別に、すごい、
ごい、サッシー美容の心得、すげえすげえとか言ってた、すごい。すごい素晴らしいです。あ、ごめんなさい、めっちゃ読んでました、ごめんなさい、本当にごめんなさいめっちゃ読んでました。え、めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。可愛い。可愛い。すごい。すごいな。すごい、こんなところまで。こんなところまで書いてくださるんですか。もうね、もう全部やっちゃいますよこれ。もう全部実施しちゃいますよっていう。すごーい。めっちゃすごい。もうこれ全部見ちゃいますよって。漢字読めてますよ、本当に見てますからね、読めてますから。てかほとんどカタカナだね。なんかランコム、ラプソリュルージュとかね。あ、今読んでるページバレちゃうベストコスメはこの7本ってところ見てます今。あ、一緒に、もし持ってる方一緒に見ましょう。で、あ、もしこの反応してるとかここ読んでるんだなってわかるかもしれないので、今ベストコスメはこの7本ってところ読んでます。すごい。私いいリップ、リップなんか落ちないし、しかも可愛いっていうリップが欲しくて一発で塗れる。だからね、ちょっとこういう落としちゃうんですけど、このこれです、多分。もうね全部買いたいぐらいなんですけど、ちょっと金銭的にあるかな。でも気になったやつを買いたいと思います。あ、リリミューの、リリミューって私が言ってちょっとあれだな、リリミューさんのついにできましたの次のページを見てます。自ら全色デビュー。このオレンジブラウンは系は誰が使ってもこなれ感しか出ない。すごいな、すごい。絶妙なカラー。もうこれ全部欲しいですこれ。もうグリッターもチークもシェーディングもアイパレットも全部欲しいです。全色欲しいぐらい。すごい、名前も可愛い、キューピッドピンク、うん、キューピッドピンクは出てますもんね、名前出てるよね。すごい、やばい、めっちゃ読んでる読んでる読んでる。何が一番気になってる？お揃いしたいだってみーちゃん何かな、やっぱこのグリッターかな。グリッターのピンクかな。オンリーミー、アイドル級に可愛さ漏れちゃう、だって。やった
漏れちゃうって。あとやっぱ普通にアイシャドウってかもいいですね。チークも全部なっちゃうね。チークすごい、チークがすごく気になってるかもしれない。なんか絶妙なカラーですごく可愛い。アンバーローズすごいな。うわ、もう終わっちゃったよ。もう終わっちゃったということで、このこれをつけてみたいと思います。ちょっとごめんなさい、本当に読んじゃいました。普通にごめんなさい、本当に読んじゃったよって。ちょっと私いつもこういうテープ開けるときさ、こうやって全開に開いてこうやって開けるの。何今の顔。よいしょ、よいしょ。ちゃんちゃん、あれ、あ、開かないよ。あらららららら、もうなかった。すごーい。え、もうこれだけで可愛いんだけど、これだけで可愛いんだけど、ねえ見てこれ、可愛い。海の中みたい、可愛い。私最近水色が大好きなので、もう嬉しい、嬉しいすぎます。あー、ちょっとちゃんと綺麗に開けよう。待って、マジで、待って、ちょっとね、このキラキラ、とりあえずこのキラキラを落とします。待って、どこ？あった。綿棒で落とします。はい、ちょっとね、これ鏡でやってって話だよね。あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。あんまり落ちてないんですけど、まあいいや、とりあえずね、とりあえず。ごめんなさいね、本当に落ちてないけど、でこんな丁寧にしてる時間がない。とりあえず今から塗っていきたいと思います。かわいい。開かない、開いた。わあ、あ、おー、あ、こんな形でした。すごい、これを塗っていきたいと思います。あ、で、あ、ちょっと取っちゃった。ちょっと待って、もう一回。ん、いきます。黒目の真ん中にのせて、そしてこうやっていくんですよね。うわー、うわー、すごい。でここにも塗る。あ、ちょっと塗りすぎたかも。ちょっとライトが明るすぎるかなって思います。
てこわ、なんじゃこりゃ、かわいい。なんかこのこう映ってる時はそんなに、あ、ちょっと見えるかなって感じなんですけど、こう動くたびにね、こうこうやってなる。すごい感動、すごい、え、すごい、すごい、すごい感動してるんですが、ちょっとこっちもね。あ、大方がも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 、ちょっと待って、ちょ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 、そして、かわいいね。え、待って、ちょっと塗りすぎかも、これは塗りすぎだね。ちょっとまぶた多めに塗った。あ、全然見えない。あ、かわいい、見てこれ、ほらまぶた光ってる、光ってるよ、キラキラすんげーもんげーみたいになっちゃった。もんげーもんげーだ、これはすごい、え、すごーい。え、グリッター全部買っちゃおうかな、もう全部買っちゃおうかなってレベル。すごーい、え、すごーい。ギラギラにならないように目がうるうるに見える、その通りでございます。すごい、え、何、なんでこんなつく、なんで、すごい、すごい、指原さんってすごい。もう感動でため息が出てしまうすごい、もう毎日使います、すごいな。え、やばくない？え、このさ、このライナーがついててさ、1980円って安すぎませんか？ちょっとすごいね、ぜひ皆さん買ってくださいね。かわいいなずっと言ってる。かわいい、ヒヒヒ。私の、なんか私自分で顔見てかわいいって言ってるみたいで嫌なんですけど、違うからね、こうやって。こっちはまぶたにも塗ったからキラキラリン、こっちはあんま塗ってない。え、かわいい、もうため息、かわいくてため息待って、魔法くん、魔法くん、ありがとう。なんだっけ、マカ、マカ、クマカロンタワー、クマカロンタワー、ありがとう。そっか、まだホワイトデーなの？ 15 日だからまだクマなのか。やったー、クマカロンタワー、ありがとう。キラ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 、おしんよりと、いのありがとう、ありがとう、ありがとう、魔法くんありがとう、クマカロンタワーありがとうふ水色、ちょうど水色だ、そうだ、水色、水色、おそろ、おそろではないけど水色だふふ。妹にも、妹ちゃんにも貸してあげます妹ちゃんにも貸してあげます。あ、ありがとう、クマ天使、クマ天使ちゃん、マテンシちゃん、ありがとう。今日の水色のニット、どこのお店の？
これはいただき物なんですけど、ちょっと待って、どあのフーズここ、ちょっと待って、見えないよね絶対。あ、これもしかして何も書いてないけ、あ、多分フーズフーチコさんかな。伸びちゃうからやだ。これめっちゃお気に入りなんですよ。お話し会でも来たんだけどね。可愛くない？緑水色みたいな感じの色です。私が似合う色です。私ちょっとだけくすみがかった色の方が似合うんですよ。これがもしこれだったらそんなに似合わないかもしれない。いや、わかんないな、似合うかもしんないけど、でもこっちの方が似合うんですよ。ね、ありがとう。ずっとフーズフーチコさんのね、あのブランド気になってて、なんか前買おうとしたのに売り切れちゃって買えなくて、だからね、フーズフーチコさんの服嬉しかったな。どのブランドが好きって言われるんですけど、割と何でも、何でもって言ったらあれか、何でも好きなので、うん、まあ、うん、最近は水色、緑とか白うんが好きかな。わかんない、ちょっと春なのでちょっと明るい色でも、水色、緑、まだ緑は春だね、緑、水色が好きだね。ピンク着てないね最近、私服で全然。顔ねえ、みんな着ててほしいよね。着ようと思います、ピンク。ピンク着ようと思います。でもいろんな色を着たいですね。クマ、マメちゃん、え、仕事中なの？仕事中なの？マメちゃん、マメじゃあマメちゃんは豆を食べたいと思います。マメちゃん食べるよ、マメちゃん、いただきます。はい、痛い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 って言ってる、マメちゃんが。美味しかった、マメちゃんありがとう。マメちゃんありがとう。いただって、いた、食べちゃったよ。今マメちゃんがここにいる、ここら辺通ってる今。アホやん、アホでした、ちょっと今のは。仕事頑張って、頑張れ、えらいね。え、待って、9時10時まで仕事してるの？頑張って、応援してます。枝豆配信ちょっと美味しい、枝豆ちょっと美味しいんだ、もうよく食べます。ちょっと枝豆が美味しい。またまたマイカちゃんのあたん食べ行きます。うん。マイカちゃんのあたん食べは丸ごと行かないとなので大変です。でも美味しいです。そう、なーたんとマイカちゃん丸ごと行く、可愛くない？でもまんまんまって食べてて可愛いなって思ってる。いつもなーたんとかもレッスンの合間とかに食べてたりするんだけど、で食べてて、え、可愛いって思ってる。マイカちゃんもパクパクパクって食べてて、だから私がこうやって食べてる時、え、なんでそいつ食べてんのって言われて、そうびっくりした。それで初めて知ったの。アンナから来て、あ、アンコロ終わっちゃったの？終わっちゃったのって見てなかったけど、見てなかったけれども、さっきやってるの見た。待って、ワンオブラブ、ラブタン、
ワンオブラブラブタン、ラブタンありがとうございます。ラブタンありがとう。あ、ラブだ、ラブのタワーくれた。ラブタワーありがとう。ラブラブ。ハーベストウォークって何ですか？ぜひ皆さん教えてください。ハーベストウォークって何？ハーベストってクッキーしか思いつかないんだけど、何？ハーベストウォークって何ですか？ワンオブラブ、ありがとう。ワンオブラブさん、ラブタン、ありがとうわ。何ですか？ハーベストウォーク、誰か教えて。誰か教えて。触れないで、触れないでって。まあ、ビスケットということで。ビスケット、あ、クッキー、ベスト、ベストじゃない、今混乱してる、混乱してる。今クッキービスケットって言ってたのに、クッキーベストとか言っちゃった。わかんない。あ、触れちゃダメってそういうこと。あの、冗談みたいな感じで言ったのね。とか言って、あ、待って、コップさん、コップ、コップ、コップ、ありがとう。もう、なんか前4部見れてなかったらしくてね、なんか、あ、何も見えない、何も聞こえないって言ってたけど、それ冗談で言ってるのかなと思ったら本当だったらしくて、本当に申し訳ない。私全部、ね、見れてたよ、ちゃんと見えてたよ、あの映像、映像っていうか、あのちゃんと話してる時の外でやってたよね、多分。だからあれ映らなかったのかな、ごめんね、本当に、本当にごめんね。見えてたよ、ありがとう。一人で騒いでました。めっちゃ面白かった。待って、もえちゃん、もえちゃん、 I love you、 もえちゃん、 I love you、 もえちゃんで、私もえちゃんだよ、今日もえちゃんだよ。ね、もえちゃん、あのね、お話し会でこれ来たじゃん、もえちゃんの匂いがした。もえちゃんなんか来た時に、え、待って、なんかめっちゃいい匂いする、これ萌えちゃんの匂いだと思って、萌えちゃんの匂いしたんだけど、萌えちゃんの匂いしたよ。だからお話し会の時は実質萌えちゃんになってました、私。本当に、え、本当に萌えちゃん、なんかね、私あの洗濯をしててそのまま着ちゃったんだけど、だからね、萌えちゃんの匂いが、だから今日しないの、萌えちゃんの匂いしない今日。どういうこと。どういうことだよね。でも本当にしたいよ、萌えちゃんの匂いが、お話し会の時。めっちゃいい匂いでした。やばい、本当に。声出して笑ってる。本当にやばい。ありがとう。やばい、本当に。待って、今何分、 Now って送ってください、また。 Now な、ゆりたんいつも最初に送ってくれるね、さっきも最初だったよね、すごい、ありがとう。あ、ちんくんも、ももあいちゃんも、あやねちゃんも、はるきちさんも、な、かのさんも、ゆうかちゃんも、ありがとう。ありがとう。え、待って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 、あのさ、送ってくれたのありがとうじゃなくて、時間見てなかった。待って、9時46分じゃん、あと15分じゃん、15分、何しよう、あと15分で何しよう、あと15分で何をしてほしいですか。初見です、ひななちゃん、ありがとう。
ありがとう初見。待って。あ、大丈夫だ。もう一回レボリューションして。なんだっけ。チク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 、ここここここレボリューション。僕は椅子だよ、ナイスな椅子だよ、ここここここレボリューション。あ、死んだ、びっくりした。ちょっとここにさ、これがあるのバレちゃったじゃん。ちょっとこれがちょっとバレちゃったじゃん、これあるのちょっと。やばすぎる。はい、ちょっとフェアさんの直し入ります。でね、ちょっとやばいね本当に。何してんのだよねこれ。一人でやってると思ったら震えるくない、マジで。これ一人で部屋で配信しながらレボリューションとかやってるんだよ、やばくない？ちょっとって考えたら TikToker さんも一人で部屋でとかやってるって、それと同じだね。じゃあ変わらない、大丈夫。大丈夫、変わらない。ショールームと TikTok が違うだけ。よいしょ。僕は椅子だよ、ナイスな椅子だよ、ここここここレボリューション。思ってたより全力だったわ。なんか最初みんなさ、でも最初は真顔でやってさ、あ、なんか2回ともみたいな人もいれば、どっちもみたいな人いるけど、ちょっと待って、ここがちょっと痛い、ちょっと痛い、こうやったからちょっと痛い、あー、ちょ、アホすぎない？ちょっと痛い、本当に本当に痛いわ。大丈夫だよ。やばすぎでしょ本当に、やばい、本当に本当に。待って、ニコルン、ニコルン、クマハート、ありがとうニコルン、ありがとうニコルン、ニコルン。お話し会も前も来てくれてありがとう。ありがとう、またよろしくねーねー。ありがとう。ありがとう。今日卒業式だったの、4年間ギャーなんかスタイリストありがとう。そんなお別れみたいなこと言わないで、でも卒業式だったのね、4年間ね、生きがいになってで、慣れましたか、私慣れたかな、そしたらすごく嬉しい。4年間お疲れ様、お疲れ様、よく頑張った。これからもよろしくね。すごい、卒業、そうだ卒業シーズンじゃん、みんなみんな小学生、いや幼稚園、幼稚園、多分幼稚園生誰も見てないかもしれないけど、多分きっとどこかの一人はきっと見てくれてる。いや見てないね、だって10時だもんね、10時で幼稚園起きてたらおこだよ、なので言いません。小学生、中学生、高校生、大学生の卒業の皆さん、卒業おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、本当にねえ。ねえ、おめでとうみんな。親子で10時まで起きてたらおこだよ、幼稚園生が。ダメだよ10時までは。休みの日だったらいいよ。休みか今日。いや月曜日だよ今日。いや火曜日。いや月曜日だよ、月曜日だ。ダメだよ。ねえ。会えなくなるんだね、最後の教室で。あ、指原さんの本買いましたよ。さっきね、じっくり読んじゃって、あのショールームの10分間ぐらい無言ですみたいな配信になっちゃって本当に申し訳ないです。今このキラキラ塗ってます、こっちはまぶたも塗ってます、キラキラキラリーン、とっても可愛いです、もう一番今お気に入りです。え、これもう一本
これもう一個買ってもう一個欲しいぐらい、ちょもう一個買いたいぐらい可愛い。だってこれさ、これ売ってないわけじゃん、これを買ったらこれがついてくるわけじゃん。そしたらさ、もうもしもう指原さんのだから、もう売り切れとかになっちゃったら一生これはもう手に入れなくなってしまう。だからやっぱもう一個買わなきゃだよねっていう話だからもう一個買いたいなと思います。買えるかわかんないけど、ね、商品化希望だよね。本当に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 、待って、もう一回質問なんですけれども、この天使がついた子ってタワー、なんかさっきからずっと迷ってて、前聞いたはずなんだけど分かんなくて、これってタワー、天使はちゃうよ、天使はちゃうよ。でも天使くれた子もありがとう、天使くれた子ありがとう、ありがとう天使。天使かわいい、 I love you って出るからめっちゃかわいいよね、本当にありがとう。天使くれたみんなありがとうありがとう、 I love you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 。友達と桃鉄していきます。いいな、私桃鉄する友達いないんですけど、桃鉄する桃達桃鉄する友達いないんだけど、もういないんだけど、ツイッターで募集しちゃおうよ。でもそれダメだ、それはダメだね、それ募集しちゃったらちょっといろいろ今何してるんだってかバレちゃうので、やっぱダメでした。何く社長。でも最近ね、桃鉄ねする時間がなくて、てかマジでゲームをしてないの最近、ずっと言ってるけれども本当にゲームをしてなくて、そう本当にゲームしてないからね、うん悲しいです。あパパパパパね、さこういう行動さ、めっちゃさアマングス、アマングアス、いまだに分かってないんだけど、アマングスみたいなやつとめっちゃそっくりらしくて、私携帯でアプリ入れたのに英語ばっかで分かんないの、だからすぐ消しちゃったんだけど、こうやん中でそれができるみたいな、まあ一回もまだやってなくて、だから今日やろっかな、いや今日できないか、明日、明日やろアマングス、荒野版アマングスやろう。え、日本語対応したの？本当に？マジで？え、マジ？え、もう一回入れよう。え、アマングスやりたいんだよね。よし、やろっと。でも荒野、荒野の中でもやりたいと思います。やばくない？荒野人狼。銃で戦うゲームあれ何のゲームっていう、でも楽しいから OK ですっていう、めっちゃ好き、私人狼めっちゃ大好きだからさ、なんかさ人狼がさできる、オンラインで人狼できるゲームとかあるじゃん、だけどあれマジでさ、なんか全然コメントしなかったら「え何番何々さん怪しくない？」とか「え誰々釣ってみよう」とかすぐ言われるし、なんなんって思って。だからそういうの苦手なんだけど、荒野だったら別に誰々と誰々が一緒にいましたとか言ったらさいいじゃん、だからめっちゃいいじゃんと思ってね。待って、そんな話をしてるわけじゃない、そんな話をしてるわけじゃないから、あと5分ぐらいですね、壇上読みたいと思います。ミーミーって何ちょっとよくわかんないけど、13位ジンくん、ありがとう。で久々のこれこれだよね、ありがとう。
ありがとう、ジンくん。そして12位はマキさん。マキさん、ありがとう、マキさん。そして11位、エムケディーン。ありがとう、エムケディーンさん。ありがとう。そして1位はテロリン。ありがとう。そして9位はゆりたん。ゆりたん、ありがとう、ゆりたん。とうとうなっちゃった、ありがとう。そして8位は誕生日のいとこ。誕生日のいとこ、イコタイムでも1位だった、いとこーん、ありがとう。そして7位シャンくん。シャンくん、ありがとう。ごめんね、シュークリーム今日食べなくてごめんね。そして6位ワンオブラブ、ラブタン。ラブタン、ありがとう。そして5位は魔法くん。魔法くん、魔法くん、ありがとう、魔法くん。そして4位はコップさん。アイラブコップ、アイラブコップ、ありがとう。そして3位はリコルン。リコルン、ありがとう、リコルン。ありがとう。そして2位は萌ちゃん。萌ちゃん、萌ちゃん、見えてる？萌ちゃんが来ると見えてるとか、今見てるって聞きたくなっちゃう。見てる？ありがとう、ありがとう、大のお気に入り、ありがとう萌ちゃん。あ、ちゃんとポーズ、ポーズ考えます、ちゃんと。そして1位、まめちゃんは仕事中、仕事中頑張れ。食べました、今日。ありがとうまめちゃん、ありがとう、みんなさん、ありがとうございます。58分だそうです、やばいです。あー、ありがとうね、みんな。多分次回はカラオケ配信をすると思うんですけど、待って、2日間連続か開けてかどっちか教えてください。ちょっとまたアンケート機能を使うバカがここにいます。1個目は離れてる方で、2は2日間同時、2日間同時配信、同時配信じゃない、2日間連続配信で、1は間を空けて配信、2は2日間連続配信、どっちがいいですか、どっちがいいですか。さなちゃんとお風呂入ることが多いの？あ、確かに2回3回ぐらい入りました、あの泊まりの時とかに入りました、入りました。なんか言ったんですか、さなちゃん、さなちゃん、なんか言ったの、さなちゃん、何、さなちゃん、ちょっと、あ、待って、締め切ります、締め切ります。はい、1、間を空けて、じゃあ間を空けて配信にします、イエーイ。じゃあ何、間を空けて配信した、多分1回目は3月中、2回目4月になっちゃうかもしんない。はーい、じゃあありがとう、バイバイ、シュキピシュキピシュキシュキシュキピ、ありがとう、おやすみ、バイバイ。あ、カレンダーとシュープレお願いします、あと指原さんのお願いします、バイバイ。